つーつーまれたくない、楽はしたくないから、2番線のまま、距離は2400メートル、凱旋門賞。いいか、ケチ、お前とバイオロは一人一人には単なる火だが、二人合わせれば炎となる。元となったバイオラは無敵だ。はい、というわけで任天堂スイッチ版チャンピオンジョッキースペシャル、ストーリーモードの続きを始めていきます。現在1994年、4年目の10月に週、この週は凱旋門賞ですね。では騎乗交渉いきましょう。というわけで凱旋門賞バイオラが出まして、でそしてこの影山先輩、ナイスネイチャーとの対決になるわけですね。これに勝つとおそらく、トップジョッキーに昇格して、まあこのゲーム的に、まあそれ以上上がないという状態になるということですね。でオペラ賞もなんか来てますので、ちょっと距離が長すぎますけども、言いましょうかね。で南部杯はローリエアコルトで、土曜日はスターライトマリー、そうですね、藤木関がいるのは俺勝てない、勝てないなこれは。まあこっちの方がいいかな。まあでも新馬戦55中山か、後に重賞勝ってますからね。まあちょっとこの馬気になるのかなって思いますか。はい、でどっちかな、ダート 2100m、 どっちもしんがり一気ですが、そしてどっちも競争能力一緒 で距離適正のベストがこっちの方が若干近いので、こっちにしましょう。はい、でスターレットライトマリーと、で日曜日は、これはまず山にアビリティのことになりますが、ちょっと菱山さんとかには勝てそうにない。どっちかというとこっちですね、京都にしてみますか。はい、でここはアイルトンシンボリで来車を倒しに行くと、来車を倒しに行くという感じで、はい。そしてローリー・アンドレ調子がよあまり良くないみたいだから、ちゃんと追い切って調子を良くしてあげた方がいいんじゃないかな。はい、ということでローリー・アンドレは、まあ簡単なやつという話でしたが、難しいのやってもらうとお願いします。さあノーマル、ダメだ、ダメでした。あとははいはいはい、すいませんすいません、頼んですいません。はい、これだと鶴丸ガール、あでも分かんないな、もしかしたら乗れないかもしれないし、開国プリーズ GBC スプリントになってますが、ここは、まあ、BC クラシックで連覇を狙いましょう。はい、であとはいいかな。はい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 、では参りましょう。マドレーヌズドリーム16頭立て15番人気で、ポッシブリーパーフェクト80、距離も向こう側ですって。でこちらは距離長すぎて73、直一騎一瞬の切れ、運国戦闘アレババもある。はい、まあ直一騎と一瞬の切れを出したい。ゲートイン完了、スタートしました。15番手がいい、10番手にはしましたが、エクセレントにはしましたが、まあレボリューションは距離が合ってないので無理かと思われる。そしておそらく距離が長すぎるのでかかると思われる。今ギリギリかかってない状態です。でも直一気出したいから、まあ、上がってきたりとかちょっと引きます。
9番手で上位に来ました。しかし、前回の落馬したくないですね。このスペースに突っ込む、でもなんか似たような感じ。まあでもこれでも大丈夫。出ますが、どうかなと。まあ5着なら、まあ相当人気よりは上に来てるんで、まあいいんでしょうけどね。はい。しかし別に海外の調教師は有効度とかあるわけじゃないので、勝たないと意味がないと。あ、よう光秀、ついにここまでやってきたか。光秀の騎乗馬はバイオラか。素晴らしい馬だな。だが俺のナイスネイチャーもなかなかの素質馬だ。この馬で最高の結果を出してみせる。いや、光秀君、陽介君と凱旋門賞どっちが勝つか勝負しているらしいな。こんにちは光秀君、私も二人を応援しに来たわ。ふふふ、どうせ私も来たわよ。光秀君なら絶対勝つって信じてるわ。あ、同期たちも来たのか。よう光秀、上に来てやってぜ。あの、光秀君、頑張ってください。光秀の騎乗技術の高さは誰より僕たちが知っているからね。君なら勝てると信じているよ。はい。で、光秀、ドイツ人は連覇の頑張ってレースへ頑張るじゃん。はい。しかし3番人気か。1番人気はカーネギー、88。2番人気ティッカネ、88。私、88。同じじゃん。なぜ3番人気なのか。四角線と一瞬の金。金量、あ、そうか。向こうは3歳馬か。これも3歳馬か。ということで、金量差があり、3番人気に甘んじていますが、四角線と一瞬の切れ、そして距離ベストなので、レボリューション出せば勝てますね。まあ当然ですが、スタートしました。ということで、まずは6番手になり、で、ちょっと下げすぎたが、上げすぎたが、とりあえず6番手にはなりました。そして、あれだ、四角線と取りに行きたい。何せ、四角線と取って、レボリ合いもまあグッド以上とかだったら、おそらくレボリューションが発動するんだ。すでに四角線と伺ってます。まだ半分いってないですけど、とりあえず2番手でこれ以上ちょっと上げすぎたら折り合いが悪くなっちゃう。オリエクセレント一気に加速して四角セット取り、あ、取れないよ、これ取れないや、しまった。これは早仕掛けか。いいよこのまま。これレボリューション1だから。レボリューションは出ないか。きついかな、きついかな。ただの早仕掛けだから。きついか。来た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 が、あ、勝った勝った。あ、危ない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 、危なかった。いやいやいや、やはり直線長いと四角線とは容易じゃないですね。まあしかし勝ちましたぜ。優勝はバイオラ、父竹芝を、母シーザリオ。はい、光秀おめでとう。騎乗、あ、見事な騎乗だったよ。世界最高峰のレースであれだけの騎乗をされたのではな。負けはしたが悔いはない。これからの競馬界はお前が引っ張っていくことになるだろう。他の騎手の手本となるよう、決して現状に満足せず、さらなる高みを目指してくれ。わお、すごいじゃないか。
またゲスモン勝ち勝っちまったよ。三井田君かっこよかったわよ。最後の直線では思わず絶叫しちゃった。あなたはもう競馬界を背負っていく存在になってしまったのよ。おめでとう三井田君、感動しちゃったわ。光秀君には話したことあったわよね。私一度は競馬の世界から離れようと思ったことがある。でもあの時踏みと止まってよかった。そうでなきゃ私今ここに立ってはいないもの。光秀君おめでとうございます。すごい騎乗でした。おめでとう光秀。競馬学校の頃から君の騎乗センスには感心してたけど、まさか世界最高峰のレースを制してしまうなんてね。ドキとして誇らしい気分だよ。ああ、一平。ああ、もう終わったよ。祝えばいいんだろ、祝えば。オイラがライバルに認めるだけあって、なかなかの騎乗だったぜ。今のオイラじゃかなわないくらいのな。けど、すぐにオイラが追い抜いてやるからな。油断してんじゃねえぞ。人気あったけ、かなり期待はしようとんじゃ。こいつはまだ先のある馬じゃけ、しばらく楽しむつつ。何が止まるご苦労じゃったの、ミツリ。まだ先あるつ。ケルブやら軍政の仕事じゃようやってくれた。バイオロのような優れた競走馬と我のような優れた騎手に会えたことを感謝せんと。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございますと。でローリエアンドレ、14頭立て3番人気1番人気北斗ベガ85か。はいはいはい74、ちょっと無理か。瞬間の葉の四角線と二の足。はい、ゲートに完了。スタートしました。しかし北斗ベガさえ封じれば勝ってるかもしれないが、北斗ベガのスタートがいいし、外だし北斗ベガの、これは封印は無理ですね。でレボリューション出そうにも距離合ってないから無理だし、はい、本格戦闘取り立てな嫌がらせをするしかない。ということでここで上がっていきます。そして嫌がらせをしたいが、向こうの方が内に入ってしまったので、できないので、もう、2着確保のためちょっと減速。これは我慢して瞬間の方に出してくる。これはどうしようもないぞ。これは人気かな、人気いいかな。いやーちょっと北斗ベガ追っかけすぎましたね、これは。まあ現実の競馬でもありがちな、ちょっと勝ちに行って、惨敗するという、はい、無茶な騎乗をしてダメでしたね。で5号中山、8頭立て1番人気、大外一気一瞬の切れ四角線と瞬間の反応、はい、まあ大外一気ですね、これは。はい、ゲートイン完了。スタートしました。非常にショート数の8と、差しのベストポジションは5、6番。そして大外一気出したいから1には入れず、でまあ力の差あるから当てちゃうこんな感じで外出しながら上がる、ぶん回して、この辺でもステッキで出してみて、ではい、まあ早仕掛けですけど勝つでしょう。はい、強い、超強い。ここでは相手が違いました。タイム早っ、1分19秒0。はい、レコード早っ。はい、ゴーゴー中山はまあ重賞勝つ、馬ですのでなってもいいか。はい、あれはまあレコードどの子のってやつ、ミスターガリバー11頭立て8番人気、1番人気は角馬64、
私56、シンガリッキ。はい、参りましょう。はい、ゲートイン完了。スタートしました。はい。あ、そうか、東京2100といえばあれっすよね。黒船のジャパンカップダート距離ですけど、黒船死んじゃいましたね。いや、残念残念、まだ分かんない。黒船、そうですね、黒船といえばやはり、2001年の、そうですね、当時、2001年で一番目立ったのは黒船なんじゃないかっていう、まあ、それまでにも、まあ、ダートの競歩というか、北斗ベアとかいましたけど、まあ、一番目立ってたかな、2001年に関しては。まあ、それで、まあ、なんていうか、ダートの、地位を、向上させたのが黒船なんじゃないかなと個人的に思うわけですけど、まあ、何せあの、まあ、無事ならばドバイどうなったかという、ドバイワールドカップ挑戦して勝負になったんじゃないかと思わせる初めてのだったんじゃないかなという、感じはしますね。はい、まあ、当時3歳でジャングルポケットがジューシーカットでマンハッタンカンフェがありまかったり、かなり強い世代でしたけど、まあ、その中でも、まあ、あのダート2戦だけで残したインパクトたるな。いや、まあ、今までの北斗、まあ、北斗ベガもまあ強かったですけど、それをしのぐ、インパクトを与えてくれたと。主戦はいいや。はい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 と、スターライトマリー12頭立て3番人気、そして富士奇跡80、私60、直一騎石野義直一騎と。富士奇跡80くらいだから、それほどズバ抜けてるわけじゃないですか。幻の三冠馬といえど、実際の三冠馬と三冠馬成田ブライアン94と比べると、まあそこはだいぶ違います。でまあ、いかに富士奇跡とはいえチャンスはあるかもしれないですね。直撃を並ばってギリギリまで出しという感じ。あ、そう、あと黒船といえばあれですよね、2歳トレーニング生のファシグティプトの、まあ、当時の忘れましたけど、セールで購買で、まあ、要は何だろうな、トレーニングセール、2歳トレーニングセールで馬を買うという、まあ、そういった、まあ、丸貝の買い方とか、まあ、そういうのも、まあ、あれね、まあ、そういった、一般的にしたという宝石といいますか、まあ、そういったものもある、富士奇跡なわけだ。結構高かったんですよね、40何万ドルとかね、まあ、5000万円。今日はザクラ10頭立て5番人気、1番人気はカクーバ、5番人気は58、カクーバは60、そんなに負けてない。短期逃げかも出ないですね、短さ。むしろ距離ぴったりだからレボリューションを狙いたい。ゲートに完了、スタートしました。あー、やばい。でが、あれ、エクセレントだけど全然逃げられそうな。あー、残念、これは無理。エクセレントだった割にはなんか出遅れかと思いました。一瞬周りが良すぎた。もしかしたらアビリティのスタートダッシュが持ってる場合もあり、一瞬でポテンシャルが。はいはいはい、あ、人気をちょっと下回りました。
はい。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 残念でした。と菅の世界一。12頭立て9番人気。はい。各馬65。こちら57。直一気4角戦と。はい。わかりました。はい。ゲートイン完了。スタートしました。何者かにやられてしまいました。残念でした。オスミス社員か。はい。続きましてファンドリ勝利。15頭立て14番人気。1番人気テイムジャンボ67。こちら57。シングリッキー勝利。はい。はい、ゲートイン完了。スタートしました。まあ、シンガリッキー一種の切りを出すだけですね。あとは、ちょっと、お前の前の方が下がってきてる。15頭立てだから、まあ、13番手っていうか。やはり、一気系はギリギリで出した方がいいです。前に。ないのか。ああ、やばい、かかっちゃった。かかっちゃったよ。やはり置いてかれるとちょっとまずいので、ね。しかし、かかってるのを落ち着かせると、それだけ減速しちゃう。置かれ気味になるので。ちょっと追ってかないといけない。相当追ってます。勝った。はい。一瞬の切れをちょっと忘れてましたよ。危なかったわ。いや、でも勝ててよかったです。はい。はい、はい、はい。まあ、成長すれば強くなります。アイルトンシンボリ。14頭立て、7番人気。1番人気はビワハヤヒデか、89。そして、ミホノブルも、まだいたのか、79。で、ラッシャーは86。アイルトンシンボル、77。大外一気もあるな。これは、でもな、どうかな。ガンジュのヒリ、ちょっと、やっぱり、自由自在があるから、スタートしまして、まずは、差しポジション。10番手あたり。9番手くらいで、で判定出たら先行に切り替えて自由自在出して、で大外に出して大外行きか、それがベスト。自由自在出したいから前がいい。もっと前がいいです。もっとです。ここです。
たい。まだいく。これライスシャワーだよ。ライスシャワーが蓋をしている状態です。上エクセル。今早い内から行ったか。ちょっとライスシャワー先に出せる。で、再加速。で、襲ってき、そしてあとは追うだけ。でここで一瞬のキレが出て、さらにポテンシャル、ダメかダメか、やはりビアハイヘイか、強い、強かった、敵は強かった。もうちょっと早仕掛けしてレボリューションを出すというのはちょっと贅沢だった。はい、気分はどう三井君、やっと実感が出てきた頃じゃないかな。偉業成し遂げたっていう。今競馬界では三井君の偉業を称える声が轟いているぜ。そうね、三井君はすでに押しも押されもしないトップジョッキーよ。玲子さん、しかし感慨深いですね。あの三井君がですよ。そうね、私たちは三井君のデビューから今までをずっと見てきたんだもんね。年を取るわけですな。あら、私は年取らないよ。三井君、本当ならここでトップジョッキーの名声を得た今となっても、精進を怠らず皆の手本としてふさわしい行動を取れなんていうことを言うべきなんだろうが、少しくらい力を抜いても罰は当たらないわよね。そうそう、別にその分の収入源を俺たちが補填してやるわけじゃないがね。何にせよ我々の大きな夢を実現してくれてありがとう、三井君。あなたが牽引していく今後の競馬界には明るい未来が待っていること間違いないわ。ランクトップになりました。ありがとうございます。全部 S じゃなくてなるんですね。はい。で、だからといって特に何もないのか。調教師の先生が教えてくれたりないのか。まあまあ、めでたいめでたい。では、行きましょう。はい。三井君、土曜のメニュース、東京に新コラボリーが出走予定だぞ。あれはすごい、も素質持ったまず成長もいいがピークらしいなら、RP が足りていれば交渉してみるのもいいんじゃないかと言われましても、土曜か。はい、はい、むしろ他の馬に乗らないといけないですね。ちょっと、他の競馬場も見ていきます。どうしようかな。成田富士姫名勝マリンじゃちょっと新コラボリーには勝てそうにないかな。やっぱりここは手堅く、重傷のない京都で持っていきましょうかね。はい、はいと、はい、こんな感じ、地味なトップジョッキーですね。はい、で、あ、そうか、鶴丸ガールに乗れるな。ローズムーンもちょっと悪くないけど、まあせっかく、まあ、トップジョッキーですからね、乗っていきましょうかね。週刊誌乗って、まあこの、東海パレスがいるために乗れると、はい、で山にバイタルは乗っていると。はい、こんな感じでトップジョッキーは、6くらいしかないですね。はい、まあしかし G1 に乗れますので、トップジョッキーですね。はい、はい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 、左回りは、はい、右回りだから関係ないから、むしろ接戦バツどうにかしてほしいから合わせます。お願いします。はい、はい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 、あとはいっか。はい、まあ本気で、バイオラはどうなっているかな。どこだ、バイオラ、はい、いた。やはり普通のエリザベス女王になってますが、やはりまあ世界最強ですので、ブリアーズカップターフ行きましょうか。はいはい、ありがとうございます。
ほいで、あとは、あとは、いっかな、あとはいっかな。あ、そうか、ローリー&の東京大賞典ですけど、この馬に、JBC クラシック行ってもらいたい。はい。ちょっと前走は不甲斐ない結果でしたけどね。あとはいっかな、とりあえず。はい。では、参りましょう。タイブルース。キュートだって1番人気。あ、グリグリ。シンガリッキー、一周の系、接戦罰。はい、距離もいい。あ、ベスト。はい、シンガリッキーと一周の系出せば、絶対勝てると思われます。はい、落ちない限り。スタートしました。はい、スタートのエクセレントが出てしまいました。レボリューション1狙います。過ぎるとまずい。まずい。まずい。これはしっかり来て普通の追い込み。勝つでしょう。一瞬の綺麗にも頼らずですね。はい。よし。はい。何の変哲もない勝ち。はい、はい、ありがとうございますと、続きましてアルゼンチンタウン10頭立て6番人気1番人気神のマジック64、こちら63そんなに負けてない四角線とアレババもある、はい、アレババは出そうですね、まあ、なのでスタートしまして打ちに行きたい番手のまま打ちに行きたい。もっと打ちに行きたい。これならで、ね。はい。レボリューションもあるかな。レボリューションもありそう。されている。ああ、レボリューション出せば勝ってたのにな。残念残念。はいはいはい。圧倒的一番人気の神のマジックに負けてしまいました。残念ながら。クリスマスローズ。14頭立て2番人気1番人気はこれは格馬ですね直一騎そしてぶつかり元気繊細な体はいゲートイン完了スタートしましたあ直一騎の効率的な出し方といえば、ギリギリのところで、発動8番手ギリギリで発動してうまいことスルスルかわしていくというのが思うんですけどそれとぶつかる危険がある仕方がないは
内に入ると見つかる危険があるので、なんかね、ババツ全く起きない。当然、待って下がっていくわけですけど、運回しで勢いつけていけるのが、とりあえず勝つ。あ、やばい、見つからないか。あ、見つからなかった、よかった。はい、ではですね、全く追わずに、なんていうか、ぶつからないように気をつけて、バグを向けたので、それが功を奏しました。はい、勝った。はい、勝ちました。はい、OK です。はい、はい、はい、まあ、馬も強いですからね。2番人気で。続きまして、東海パレス。10頭立て8番人気、1番人気は各馬60、こちら64ですが距離が短すぎる。シンガリッキ一瞬向きで大外一気瞬間、大外一気だな。これはゲートイン完了、スタートしました。おそらくなんですけど置いてかれてしまう、距離が短すぎる。とりあえず最高峰には下げてポテンシャルを貯めていきます。早めに上がっていきたい。もうファミリー力最大に しちゃう。で、来てくれ。よし、外すね。安全確認、よし。よし、そっか、そっか。で、ババ、ここがいいな。はい。どうかな、どうかな。ここで、瞬間の一瞬向きで出る。そして、よし、よし、勝った。よし、勝った。はい。大外一気、強い。強いぞ。はい、ありがとうございます。はいはいはい、勝ちましたね。はいはいはい、終戦。はいはい、この馬、長い距離だったらもっと勝てますね。ヤマニンバイタル1番人気だ。10頭立て1番人気、2番人気待機デューク61、こちら63、バグン割り、2200、この距離です。はい、はい、では参りましょう。はい、ゲートに完了、スタートしまして、3番手キープしたい。これは簡単3番ですね。簡単に3番手、ここでいい、真ん中で。はい、鶴丸ガール。18頭立て4番人気、1番人気は鳥海キャップ78、ゴールデンジャック
ック70、アグネスパラレイドは74、私71、直一気石の木で大外一気だから、大外一気かな、やはり出すの。はいはい、ゲートイン完了、出荷所スタートしました。でクスタトグッドがリボリューションボディ、でポジションで、どうですか、前のちょっと遅い遅い下がり、もうちょっと邪魔、前のさてね、ここからここで大外行き狙いだから上がっても、せっかくの大外行き、直撃発動、あ、直撃じゃない、オーソデッキ、はい、で、あ、戦闘立っちゃったけど、戦闘立っちゃったかな、大丈夫か、あ、勝った、オーソデッキ、すごいぞ。はい、2着は多分超怪キャップ、紫っぽい勝負、はい、勝ちましたでございますよ、トップジョッキー様でございますよ、鶴丸ガール、つまるボーイの母親でございます。はい、はい、ありがとうございます。さてと、まだ行く、あ、この週はあれですね、菊花賞だ、菊花賞といえば桜ローレル、よし、この馬がいるからちゃんと乗れるわ、この辺全然気をつけてなかったけど、エアダブリの方が競争能力、高いですが、やはりここは将来性見込んで桜ローレル行きましょう。危なかった、この馬いなかったら乗れないところ、はい、まあ、この、まあ、中田軍団が府中で乗る、いる感じなので、東亜ダーリンかな、やっぱりちょっと山にアルファには申し訳ないが、東亜ダーリン重賞勝たせていただきましょう。で、この辺の、乗る。はい、乗ります。はい、乗ります。これは乗ることになってます。はい。はい。そして、光秀君、今週あなたが騎乗する大清流は、客室が先行なんだけど、スタートが苦手なの。はいはいはい、やっと。大清流、はい、スタート苦手で遅れます、はい、消してください、お願いします、はい、ありがとうございます、はいはいはい、と、で、あとはダリン、まあ出遅れ癖あるんでお願いします、よしよしよし、はいはい、エクセレント、素晴らしい、はい、左寄り、消してください、お願いします、はい、ありがとうございます、はいはい、と、あとはいいか、はい、ふふふふ、で、やはり鶴丸ガールエリザベス女王になってますが、これは距離が長いので、どうすかな、まあいっか、乗れないかもしれないし、で、あとはいいかな、あ、そうか、乗れなかったローズム、開けて、終了ジャンプステックスだね、まあ、とりあえずここか、中山新春ジャンプステックス、78キロ、主要ジャンプステックしておきましょう、はい、とりあえず、
はい、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 ありがとうございます。ってな感じですかね。はい、では参りましょう。ネイハイシーザー、16頭立て5番人気、1番人気、ホーリングか。ホーリング90、強い。ホワイトマズル89、はい、強い。はい、こちら。キングズシアター87、はい。ウタシャン85。そして、ネイハイシーザー83ですが、超強いので、多分勝つと思われます。多分勝つと思われます。何せやることはいつも一緒です。スタートしまして、このようにして逃げる、はい、ここは何もしないので、もう水でも飲みながら優雅にプレイしましょう。はい、インコースについて動かないで、 2000m だから半分の 1000m、ハイペース判定が出て休憩すると。いや、減速だ。はい、いつもの通りですね。もう二の足残してるから、もう強く行きましょう。強く、最強、最強、世界最強ネイハイシーザー、 2000m、世界最強ネイハイシーザーでございます。負ける気が全くしません。はい、はい、ありがとうございました。タイガーチャンプ9頭立て最低人気、1番人気架空が62、こちら55。はい、シングリッキーアルババマ、はい、はい、ゲートイン完了、スタートしました。アルババいけない、だとあれか、9番手じゃないと出ないかな、まあ、9番手になれますね。そっかしら、はい、この勢いのポテンシャルめっちゃ溜まってるし、全く最低人気の走りとは思えない。はい、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 勝ちました。東京向き、はい、 OK です。はい、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 ありがとうございます。大正義、はい、16頭立て最低人気、1番人気は、角が68、こちらは56と、はい、2の足と、はい、出遅れ犠牲は消してもらいましたね。はい、ゲートイン完了、スタートしました。スタートグッドの時か、ちょっとこれはきついぞ。何もせずに終わる予感がします。エクセレントです。
残念でした。ああ、いつの間にか最下位に変わる。はいはいはい、残念でした。距離短かったですよね、確かに。はい、続きましてブランド・ミッシェル3番人気、14頭中3番人気、1番人気多分価格が64、こちら57新号機。はい、まあ、これは距離もベストですし人気もありますし東京向きシンガリッキありますし勝ちに行きたい。調子もエクセルとか、ガリッキ発動位置は12番手で出るかな。そこからツンツン上がっていってしまう。コーナー曲がるときはもう一度曲がってしまう。じゃあいきなりゴンちゃん、ちょっと下げてしまう。テンションで、ちょっと斜めでいながら発動しちゃった。ちょっといまいちな発動でした。大丈夫かな。はいはい、ありがとうございました。はい。まあ、ここは。人気もあったし良かったですね。まあ、ちょっと変な騎乗だったんですけどね、なんとか馬の力で勝てた感じです。マイネルガーベ10頭立て7番人気、1番人気は各馬70、こちら63ですが距離ベストだししんがり1機だし大丈夫でしょう。はい、ゲートイン完了。スタートしました。最高峰が誰が勝ったかでしょうか。一頭やる気がない。手だと9番手で発動するだろう。いつまで経ったか覚えられないな、計算値。9番手で発動するだろう。見て。10。よし、発動。よし、これならいける。電車の減りも遅くして遅くて電車ゆっくり減っていくので、これは最後まで待ちますね。はい、いやー、やっぱこのゲーム東京競馬場のシンガリッキが一番簡単っていうか、とりあえず発動さえすれば、勝つ可能性が非常に高いです、主戦は結構でございます。はい、続きまして東亜ダーリン15頭立て4番人気で、1番人気トロッタさんが88がいますので、どうかな、どこまでいけるかな。しんがりっき一緒の気であればばもあると。いや、前回はパリで落馬しましたもんね。この苦い思い出。スタートしました。あればばまるでしかも全てエクセルアレババ丸出たのがロンシャンとの違いということで、どうしようかな。でもやっぱりトルコサンタ相手だと力
経済コースを回って行くしかないのか。しかしちょっと上がりすぎだ。はい、意図的に下げない。14バトルというのが出てる。しまった。また何か出すことになるけど、スタミナをめっちゃ持ってる。まだ仕掛けられる。仕掛けないことよし。でこれは敵が強いか。敵強い。いけるのか。あれがドロットサンダーか。外から来たの。いやー、敵は違う馬だったと。追ってた馬より外にいたと。でも花咲か惜しかったな。まあ牝馬で金量2キロ差で、あ、2キロ差同金で、花咲だからマイルチャンピオンシップで逆転できるだろうか。いぶき手力を10頭立て4番人気。1番人気はパリス・ナポレオン67、こちら62、距離ベスト二の足。はい、レボリューション狙いたいっすね。スタートしました。3番手キープした。4番手になりそうだ。ここで急減速して、よし3番手とりあえず。さて、どうしようかな。ハミレベル5だと若干早い気がしますが、でもまあレースの流れ的には乗れてるからこのまま行ってみますかね。それで折り合い判定どうなるかどうか。早すぎるってことでレボリューション無理っぽい。でした。なんで桜ロールだ。16頭立て2番人気成田ブライアンは 1.1 倍ですが、大外94、78、79のエアウタブリンがいると。まあ同じ乗り方かな。前哨戦とまず、差しポジションから最高峰下げて自由自在出して、そこから大まくりと。はい、ゲートイン完了。スタートしました。下げば。とりあえず9番手に10番手くらいな。もうこれで最後に下げると。で、アレババもうまいこと出てくれたので、もう電車が。10時で出たのでもう超早いですけど、もう上がってきます。すごい勢いで上がってきます。もう周回間違えたんじゃないかくらいの勢いで上がってきます。で、ここに成田ブレーン、これうちに邪魔したギリギリ、もう一回邪魔した。よし、ポテンシャルえげつないっすよ、たまり具合。大まくりはちょっと大まくりするタイミングが早すぎたのか出ないな。さすがにちょっと温存するか。スタンダード、もう成田ブライン上がってきてるから、この
2番手の外、敵との差はもう追い出して超早仕掛けですけど、このポテンシャルの溜まり具合を信じて、これも勝つでしょ、これ勝つでしょ、これポテンシャル最後まで最後まで持ちますし、勝つ勝つ、ダービーの頃の桜ロールと全く別馬です。男子3日会わざれば刮目してみよというやつ、見たか三冠阻止。はい、桜ローレルでございます。父レインボークエスト、母ローラローラ、オスの3歳。はい、ありがとうございました。いやというわけで三冠阻止して、まあ、ちょうど1時間くらいですので、ここで、終わりといたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次のレースでお会いしましょう。次のレースじゃない、次の動画でお会いしましょう。